ジャージー空港滑走路27の例。ここでは右側に設置されている。飛行機はグライドパスの下側にある PAPI4 頭のうちの1台。同様の表示灯が残り3台設置されている。PAPI とは飛行場等下のうち侵入核指示等の1つで着陸しようとする航空機に適正な侵入効果角度を示すために、 航空機から見て滑走路の左側に設置された表示灯である。横一列の四灯で構成され、それぞれが航空機に向けて赤及び白を発光し、航空機からはそれぞれが赤、または白に見える。航空機の適正な進入効果角度は一般的に3度とされており、空港の滑走道端付近から照射されているケー着陸装置のグライドパスも、 一般的に3度に設定されている。PAPI は、その右肩の違いにより、パイロットへ適正な侵入効果角度3度を可視光にて伝える。ただし、地理条件などにより侵入効果角度が異なり、空港ごとに調整されている。例として、首都赤地の2.7度、かつての小松空港の2.5度等である。軽機着陸装置のある滑走路に設置が、 義務付けられているが、ILS がなくとも設置されている、滑走路も多い。同様の設備に VSIS があるが、より高精度の PAPI にとって変わられている。日本国内ではすべて置き換えが完了しており、現在 VSIS は存在していない。PAPI 等価の設置位置は、滑走路末端通過時の航空機の車輪クリアランスが9メートルとなるようなメイトによって、 ILS グライドスロープと同じところか、またはその前方へ120メートル以内とされている。大型機のメイトに合わせて設置されている滑走路に小型機が PAPI のオングライドパスで侵入すると通常の設置位置より前方に設置することになる。ただし滑走路が1080メートル未満の空港に設置される場合は簡易型 PAPI となる。 こちらは二等式である。格闘機は済んだ、待機中において 7.4km、APAPI では 4.5km から、視認でき、滑走路末端まで正確な侵入格を提供するように設計されている。また、ヘリコプター用の侵入格指示等もある。これは一個のユニットが、緑の明滅、緑の不動向、赤の不動向、赤の明滅と変化し、 それぞれ高い、適正、低い、低すぎるを示す等価である。周囲の状況や性能に応じて1度から12度の任意の侵入角を設定することができ、一つのハッピで複数の侵入方向に対応できるものもある。ただし、日本の公共ヘリポートには現在設置されていない。滑走路の右側に設置される場合、右側の等価の色は左側のものと対象となるよう、 外側が白、内側が赤となる。ありがとうございます。